ルディアルティヒはドイツマンハイム出身の元自転車競技選手、スプリンター型の選手であった。1960年、1961年の世界自転車選手権、個人追い抜きで連覇を達成したことがあるティヒの自転車選手キャリアとしての第一歩といっても過言ではなく、その後はロードレースでも活躍の場を広げる。 1962年、1964年、1965年、1966年、1968年、1969年、1970年上記の世界選手権個人を追い抜き連覇を果たしたように、アルティヒはトラックレースも得意としており、とりわけ6日間レースは当時ドイツ国内では大人気の冬季競技であったが、アルティヒはベルリン、 ブレーメンなどの同レースを含め通算22勝を挙げ、当時は西ドイツのスーパースターの一人であった。一方、現役時代は薬物使用疑惑が絶えず、持ち上がった選手としても有名で、その疑惑については引退後にメタンフェタミンなどの使用歴を告白しているが、アルティヒの現役当時はドーピング違反の罰則規定が設けられる以前であり、正確にはドーピング違反には当たらない。 自身の行為についても肯定的な発言を述べている。1971年に引退後はドイツ公共放送連盟ユーロスポートの解説者を2005年まで務めた。大ドーピングマフィアドイッチランドレイディオ、2010年5月28日閲覧ありがとうございます。